テゲクオセノドモガムスクサンドです。二人朝トッポギ侍です。本日の企画ですね、僕たち初めてのプサン旅、イエーイ。はい、ということなんですけど、はい、僕たち鼻くそが切ったな食べちゃって、僕たちね初めてのはいはいに来てみました、イエーイ。実際僕たちさ、めちゃめちゃ来てみたかったし、しかも僕たち韓国に来て4ヶ月で初めての休暇ですね。やっと休暇だ。ちょっとプサンで皆様にその休暇姿を届けたいし、プサンはちょっとこんな感じなんだよとか、こういうのがあるんだよっていうのをちょっと隅々まで、骨の隅々まで教えていきたいなと思うんですけど、ちょっといいですか。はいはい、今日休暇ですよね。はい、休み、旅行ですよね。そうです。カメラ回すんですか。 YouTuber ですよね。カメラ抜きで僕たちが休暇なんかありえないですから。マジかよ。そうだけどね、そういった面でちょっと皆さんに、うん、僕たちは2人で休暇するんじゃなくて、ちょっとカメラをつけながら、うん、皆さんと休暇を共有するみたいな、はいはい、そういう形でちょっと今日は企画を撮っていきたいと思います。この動画を最後まで見ていただきますと、釜山の情報がどんぶり並みに知れると思いますので、ぜひ最後まで見てください。スクー行ってみよう。チャンネル登録お願いします。チャンサン駅の近くにある変運殿に来ました。すげえ。まずね、海がやばい。見てこれすごくない。しかもこのビルやばいよ。そのビルの高さはいい。やばくない？そのビルの高さはいいから。だって海めっちゃ綺麗。ほら、ほんとだ。もずくが入ってるってことはめちゃめちゃ綺麗ってことだ。すげえ。しかも透き通ってる。うわ、すげえ。やばいね。日本もいいけど、なんか韓国のこのプサンで見るっていうのはまたいいね。すごい。なんかこのプサンの気温はソウルと全然違うね。全然違うね。ほぼ東京とちょっと似てる感じがある温度で言えば。うん、なんか、うん、ここの近くに電車を乗ってプサンの変運動を一望できるみたいな。マジで。そういうちょっと電車があるっぽいからちょっと乗らない？行こう行こう。行きて。行こう行こう。もうこの景色見るだけでもうお腹いっぱいだよなんか。じゃあ今日飯抜きね、俺だけ美味しいの食べるから。そういうことじゃない、そういうことじゃなくて、もうなんか幸せでなんか、うん、いっぱいいっぱい、なんか、うん、来れてよかったな。嘘っぽくなるそれ。그러면열차두장씩네만원하는거두개하드로부탁드릴게요감사합니다감사합니다チケット取りました。はいはいはい。だからちょっと乗る前にね、30分ぐらい時間あるから、うん、食べ歩きみたいなのちょっと取ろうか。何取ってんの。ごめんごめん。行きましょう行きましょう。ホットがあるよ。ハットハットグクリスピーハナーね。ね、감사합니다 Do you want a chicken?Yes. 간장하나주세요。2시간3분정도걸리는데。あれ、괜찮습니다。待ってみたいと思います。はいはいはい、ということで、はいはい、僕たち買ったのはこれがホットグですね。これがタッカンジョン。はい、買いました。じゃあちょっと早速食べますか。いただきます。どういうかクロスで。どう。うんうん、うまー。なーにそれ、自分が好きなタイプじゃん。焼きたてでホクホク。どう。うんうん、ブス。なんかやっぱ韓国って建物とかもちょっとなんかアーティスティック感がいいよね。うん、見るだけで楽しい。なんかゆっくり感じない？うん、わかるわかる。ソウルはさ、マジのパリパリだけどさ、ほんは釜山はちょっとなんかぬりぬりったけ、なんかそのミュージックの。じゃあ行くか、うん、そろそろ。じゃあみんな電車の中で、またねー。いや、マジでさ、うん、本当に海眺めてるだけでマジで幸せな気持ちになる。なんだろうね、何があるんだろう、ここには。ここはね、チョンサポ、チョンゴジャンというところに降りたんですけど、はいはいはい、ここが結構なんかメインな建物とかあって、うん、降りてみました。早速ちょっと見てみようか。あったあったあった、あれだ、あの赤いなんか見える灯台みたいなやつ。ちょっと見ていこうぜ。うん、ちょっとあそこ行きたいね。うん、すごくない？めちゃくちゃ綺麗でしょ。しかもちょうどさ、太陽がちょうどいい位置にない？俺たちを照らしてくれてる感じしない？しない。なんか俺たちをさ、迎えてくれてる、なんかようこそプサンへ、ウェルカム、そんな感じしない？しないかも。しろよ。でけえ。負け。負けとか勝ちとかね。負け。俺プサン好きだわ。いいね。うん、俺プサン好き。プサンサラン。テゴパ。バカ野郎。何とかが怒られるね。オッケー。は
はい、ということでね、さっきのところ戻ってきて、うん、今はですね、ミポってところに来ました、うん、ここはね、この釜山で採れた、もうこの海で採れた海、うん、生の新鮮な海鮮をここで食べれちゃうという、ちょっとなんかどっか行ってみましょうか。はい、ということなんですけど、はい、マラドフェッチっていうところに来ました、はいはい、ここはね、絶景なんですよ。すごいね、一面全部海で、夜になったらもっと綺麗になる。多分今ちょうど日が落ちるちょっと手前だから、その落ちるのをちょっと楽しみつつ、フェッチをちょっと堪能したいと思います。エモ、メニューが大体揃いましたね、はいはいはい、これ生きてます。うわ、動いてるよ。カンナッチだ、牡蠣だ、うん、でこれがチュップですね、おかゆ。じゃあ早速食べてみますか。食べてみますか。三ナ口からちょっと食べてみようか。生きてるわ。生きてる、だってまあ多分さっきまで多分あそこだと思うよ。10秒前ぐらいにね。新鮮すぎる。ちょっと待って、うわぁ、安息、合うし合うし、マジで美味しいな。新鮮度がちょっと違うかもしれない、ね、エビも出てきました。はい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 、エビがブイブイ系、この海を見ながら、うん、最高。ついにメインメニューが来ました。ジューンメインです。全部ぼやけて、全部全部ぼやけてますよ。いただきます。やばい、マジでうまくない？マジでうまい。全部噛むのがもったいない。もったいな、なんか申し訳ない、ね、本当にこんな美味しいもの食べて、そう怒んないから、みんな視聴者みんな嫉妬すると思うよ。ブチギレの方の、ブチギレマジの方の、マジの方の束縛されるよ俺たち。家から出ないでとか。こんなトッポギ侍見たくないよ誰も。けどたまにはさ、なんか恩返しじゃないけどさ、ちょっとリフレッシュしてる姿見せなきゃ、なんかみんな心配しちゃうよ。ガチで最近コメントとか DM やばいじゃん。安すぎですとかさ、休んでくださいとかさ。そうそうそう、本当にみんなのおかげでこうやってここに来れたから幸せです。ありがとうございます。はい、ということですね、はいはい、カンワンデヒョスヨッチャンに来てみました。はい、見てあそこだって花火やってる人いる。ほらこれ映る、映ると思う。おお、てかあっちは砂浜で、うん、みんな夜になったらゆっくりしたりとか、あそんな感じで花火したりとかで、めちゃめちゃ綺麗な感じになるんですよ。カンワンデヒョ映してやばくない？すっげえ綺麗。浜辺に来てみました。おお、めちゃめちゃ綺麗じゃない。綺麗。しかもこんな感じでね、もう今夜なんだけど、うん、いろんな人がこっちに来て、人たくさんいる、なんか楽しんでるんだよね。あんな感じで花火とかやってんの。ほんと、ちょっと映させてもらっちゃおうぜ。ガンさん、ガンさん、なんかさ、泣けてこない。やっぱ花火見るとちょっとやっぱグッとくるね。もう花火ほんと禁止法にしよう。確かに確かに確かに。俺たちちょっと弱いわ花火に。落とすんがいね。ほんが、なんだよ、余裕はがじご。なあれ。まあみ、当たってちょっと。あ、ごろすんがいね。ちょ、遊んないね。はい、ねあくれ。のあんて、はんまりちょっと部屋げた。あ、へじっちゅうねー。さあ、なんで。かさんだねー。何やこれ、気持ち悪い。顔されないね。なんか釜山に来てこの海見てパワーもらったかもしれない。確かに。お主はやっぱ当たり前じゃないなと思った。毎回俺この言葉言っちゃうかもしれないけど。同じだな。いや本当にそうなんだよ、ね。もっとなんか違う同じようなことだけど、違う言い方ちょっと言ってみてよ。常にじゃない。ガンさんさ、この景色をさ、心にしまってさ、頑張ろうぜ、YouTube だな。しーじゃトッポギ侍、ファイティング。ダッサ手のこれやばいよ、お前の手のこれも。はい、ということでね、僕たちがちょっと釜山旅行一日ちょっと満喫したんですけど、はい、どうでしたか、皆さん。いや、どうでした？本当に、なんか皆さんに聞きたいね、うん、なんかいつも2人で話してるけど、この感じどうだったんだろうね。なんか受け止めてくれたのかな。僕たちさ、動画撮る時ってさ、ロケでもさ、なんか目的あるじゃん。釜山に関してはもう僕たちの完全なプライベート Vlog だから、ちょっと難しかった ね、うん、なんかいろんなことを感じれたね、うん、しかも、なんか僕的にはソウルもいいけど、ちょっと
プサン住みたいなって正直思い始めた。本当ね、今日プサンね、独特な世界がある、ファンタジーがあるね。ここにはすごいおしゃれだね、今日ワードセンスが。なんかやっぱこういうの見ちゃうと俺出ちゃうんだよ。出ちゃうんだ、元のセンス、元のセンスが。ごめんなさい。ということでね、皆さんももしね、ソウルもいいんですけど、プサンに来て楽しんでみるのはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。僕たちチャンネル登録20万人目指します。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。各 SNS 概要欄に貼っております。ぜひフォローの方お願いします。それでは次の動画までバイバイ。ちょっと待って、本当に帰る？ソウルに帰らなきゃダメでしょ。もうちょっと痛くない？ちょっと痛い。いやもうちょっと痛いんだけどさ、ソウル行ってやることいっぱいあるよ。だってマジ？プサン来たらこれ帰りたくなくなるな。来たくなかった。じゃあこうなるんだったら、確かにこうなるんだったら俺来たくなかった、もともとプサン。こうなるんだったら、来ない方がマシだ、プサン。本当にけど、動画更新頑張んなきゃだし帰るか。帰ろう。なんだよプサン、本当に来なきゃよかった。腹立つ。